こんにちは、です。はい、今日何ですか。今日はドラえもんから。はい。静香ちゃん、暴言まとめ。静香ちゃん暴言言ってる？前回ドラえもん暴言まとめみたいにやりましたけど。うん、やったやった。今日はね、静香ちゃんの暴言まとめです。静香ちゃん暴言言うんだ。静香ちゃん、あの原作だと結構な暴言を結構吐いてまして。まあ、主にのび太くんになんですけど、将来2人が結婚するっていうなんか未来とはちょっと思えないぐらいちょっとのび太くん結構言ってますね。そうなんだ、かわいそう。なんかそれを今日は紹介していきたいと思います。はい。では1つ目、うん、静香ちゃんが描いた絵を見てのび太くんが、僕が直せばもっと良くなるよって言ったんですね、静香ちゃんの絵で、うん、でそののび太くんに対して静香ちゃんが言った一言です。うん、あんたはクラスでも有名な下手くそなのよ。いや、腐ってくるね。超ドストレートですから。あんたって言ってるイメージもないですし、この、ね、あのテレビだと、まあのび太さんとかですかね、うん、のび太さんですよね、うん、多分。でもこれ原作でないけど、これ最初の方なのかもしれないですけど、あんたとかも言ってるんですよ、うん、好きな人から言われるんでしょこれ。はい。でも伸びたはまあ伸びてるね、下手だもんね。だってね、そう、下手なのは確かなんですよね。だギャグで言ったのかな、一応冗談のっぽく言ったけど、めちゃくちゃグサッてされたのかもしれないね。僕が書いてあげるよって言って。そうそうそう、あんたなんて下手で有名なんだから。そうそうそう、いやきつ。話しかけないでくれる。あんたと仲いいと思われるとクラスでも私の評判落ちるからみたいなこと言って。いやいや、いやそこまで言ったら、ちょっと静香さんきついって、それはさすがに。さすがにきついって、それはこういうことを結構言ってます。なるほどね。じゃあまだいきますね。はい。のび太くんが記憶に自信があると主張しています。で静香ちゃんがほほほと大笑いした後にのび太くんに言った一言、うん、クラスで一番忘れんぼのあんたが。あんたってやめてほしいね、一回ね。いや、そこなんですよ。あんた以外、まあひどいこと言ってますけど、あんたのせいで、うん、あの数倍ひどいですよね。いや、そうなのよね。なんかクラスで一番忘れんぼののび太さんがだったら、まだちょっとさ、そうそうそう、まだなんかちょっと上品な感じでね、指摘、うん、かなっていうぐらいの感じなんだけど。そしたらのび太くんは、あーそうだったってできるじゃないですか。そのクラスで一番忘れ物でしょのび太さんはって言ったらいいんだけど、クラスで一番忘れ物あんたがっていう。あんたはねひどいのよちょっと。あんたがってちょっとこのエヴァのアスカ、アスカみたいな喋り方でね、ちょっと。いや、アスカだったらまだキャラもあるし、そう、そうそうそう、アスカが言ってんなら全然いいんだけど、この静香ちゃんっていうイメージちょっと違うよねやっぱりね。うん、ちょっとね怖いんですよね。なるほどね。では次いきます。うん、静香ちゃんが旅行かなんかでスキーに行きたかったんですね。うん、でもそのスキーに行けなかったんです、静香ちゃんが、うん、まあなんかあって、で悔し涙を流してるんです、静香ちゃんが、うんうん、でそれを励まそうとしたのび太くんとかドラえもんに言った一言、うん、どうせ無駄よあんたたちに話したって。いやだからあんたやめてほしい。静香ちゃんがあんたはやっぱ使っちゃダメだ。あんたたち話したってってちょっとやばいですよね。うん、うん、ちょっとよくないねやっぱりね。その強強女子が言うんだったらわかるのよ、まだちょっとそのちょっとやっぱ違うね。いやちょっとね怖いんですよね、めちゃくちゃ。うんうんうん、どうせ無駄よあんたたちに話したって。こんなこと言う？言わないね結構ね。ねえ、つい木登りをしたくて、うん、静香ちゃんがドラえもんの道具入れ替えロープでのび太くんと静香ちゃんの姿を入れ替えて、君の名みたいなことですね、はい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 、自分の見た目がのび太くんで、はいはい、で中身が静香ちゃんの状態と、はい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 、静香ちゃんの見た目で中身がのび太くんの状態になりましたと、うんうんうん、でその時に静香ちゃんが言った一言です、うんうん、こんな格好で表に出て笑われないかしら。だからどんな意味で言ったか分かんないですよ。ただ旗から聞くと、こののび太くんがもう笑われる存在というかね、のび太くんは普段のび太として外に出てるわけじゃないですか、うん、そうだね。それを静香ちゃん自分がこんな格好になった時に、うん、こんな格好で表に出て笑われない歌詞だって言っちゃったら、うんうん、あののび太くんがこう笑われる容姿だって言ってるともちょっと思われる可能性ありますよね。そうね、だいぶのび太、いやそうだよね、基本
伸びただと笑われるって思ってるでしょ、これ。笑われるって思ってるんだと思いますけど。いやー、ひどいね。だいぶきついね、この感じは。それ、のび太も聞いてんのかな？のび太くんと隣にいますね、確か。それはきついね、ちょっと。いや、やっぱ静香ちゃん、結構ストレートなんですよね、あの。なるほどね。もうストレートに直接言っちゃうタイプだもん。うん、そうそうそう。ドラえもんは結構ね、この、博識っぷりを見せつけてくれたから、俺は好きだったんですけど、そうね、ちょっとね、ストレートすぎて怖いんですよね。怒らせたくないね。いや、絶対怒らせたらやばいかもしれないですね。では次。はい、のび太くんが静香ちゃんの家に遊びに行った時、うん、静香ちゃんの部屋で待つのび太を横目に静香ちゃんがママに言ったセリフ、うん、お腹すかして絶滅したら大変、何か餌をあげてだから静香ちゃんの家にのび太くんが遊びに行って、のび太くんがこう部屋にいたから、静香ちゃんがお母さんにお腹すかして絶滅したら大変、何か餌をあげてっていう、このいやいや、同じ人間とは思ってないようななんだ、動物かなんかだと思ったわ。動物かなんかだと思った。絶滅って言葉も使わないしね。うん、あと餌だよね、普通に食べ物じゃなくてね。いや、そうです。餌なんて言わないよね。餌なんて言っちゃダメですよ。言っちゃダメだね、それね。うん、ついきついね、だいぶね。うん、伸びた人と思ってないね、これね。これ静香ちゃんボケで言ってんのかなっていうのは分かんないんだよな。ボケで言ってんのかな。僕が好きな人にこれ言われたらショックかな。いや、あの、じゃ前に行って、ちゃんとこう自分の前にいます、うん、でそういう感じのちょっとボケっぽい感じだったら全然、それだったらでも嬉しいか。いや、おいおいおいって言える。ペットじゃないよって言えるじゃん。そう、おいおいペットじゃないぞって言えるじゃん、うん、裏で言われてるでしょ。のび太を横目に、だから、うん、まあ近くにあるかもしれないですけど、でもママに言ってますからね。目の前にのび太くんにちょっとこいつに、うん、とかじゃないですね。ママに多分言ってますから。そうですよね。まあこんな感じかな。じゃあおかわりもらおうかな、今日は。あ、じゃあ僕は一応2つ一応出しますよ。はい。ジャイアンとスネ夫が絡んでくるシーンと、うん、結構なドストレート。じゃあちょっとジャイアンスネ夫もちょっと聞きたいな。ああ、こっちいいですよ。うん、ちょっとせっかくならそっちで。これね、ちょっと怖いのよ。怖いんだ。ジャイアンとスネ夫がのび太を騙そうってこう話してるシーン、うん、でその話してるとこに静香ちゃんもいるシーンです。うんうんうん。いくらバカでも喜ばすといてがっかりさせるのはかわいそうよ。それがかわいそうよ。これ怖いんですよね。なんか怖いですよね。なんかね。でみんなでこの後笑いそうじゃないですか。ハハハハってこう全員で。うん、ここはちょっと怖いんですよね。やばいね、静香ちゃん。なるほどね、ブラック静香ちゃんだ。ブラックもブラックですよ。で、じゃあさっきのもう一つのもね、この次言うほど多分まとめなるほどないんで、うん、一応言っちゃおうかな。あ、なるほど、ダブルおかわり。初めてだ、うん、ダブルおかわり言っちゃおうかな。これね、ちょっとシーンがあんま分かんないんですけど、ちょっとセリフだけ言わせていただきます。うん、セリフだけでぐさっとくるんで。うん。頭も悪い、顔も悪い、スポーツも何にもできない、より好みできる身分か。のび太くんを指差しながら言ったセリフですね。いやいや、なんか前のドラえもんみたいなこと言ってね。いや、ドラえもんも言ってました。同じようなこと言ってましたが。いやー、それを静香ちゃんが言っちゃうの？そう、きついし、まあでもこういう人がやっぱ最終的にお嫁さんになって尻に敷かれるのがいいってことなんですかね。まあ実はでもそれでうまくいくのかな、一番円満に。いやー、でも結構でしたね。結構だったね。静香ちゃんこんな言ってると思わなかったもんな。思わなかったわ。うん、だいぶ激しいね。だいぶ激しいですよ。でも確かに静香ちゃんってそんなのび太くんのこと好きっていうセリフというか、そういうのってあんまないんですっけ。いやー、確かにどうなんだろうね。まあ、子供時代は分からんね。子供時代はね、そんなにそんな感じでもないですもんね。うん、大体でもあれだよね、映画だっけ、結婚するやつなのね。うん、うん、とかだけどさ、確かに分かんない、うん、その過程があんまプロセスが分かんないね。確かに。で、未来ではもう結婚してるわけでしょ。そう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 、それがあれでドラえもん送ってきたんだろうね、あの、なんだ、のび太の結婚前夜みたいなね。そう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 、どう、このあとどういうことになっていくのかってことですよね。でも確かに中学校とか考えた時にこういう女子がやっぱ人気でしたよね。こういう、こういう子はやっぱクラスの中心にいて、言い方が分かんないですよ。このでも僕はその陰キャなんで、その遠くからクラスの中心の女子がこういう言い争いをしてる
っていうのはやっぱ憧れはありましたけど、でのび太くんがやっぱクラスの中心じゃないんで、ちょっといじめに見えますよね。これがやっぱクラスの中心人物同士だったら、ね、こいつら付き合うんじゃないかって俺は嗅ぎながら思ってましたけど。なるほどね。まあこんなまとめでした。うん、はい。こう思うともしかしたら、うん、ドラえもん原作は暴言が多めかもしれないんで、なんかというか。なんかみんながこういうツッコミ的に言ってる部分が多いのかもしれないんで、うんうん、ちょっと他のキャラもね調べてみて、うんうん、やれたらいいですね。そうね、まあ、ジャイアンとかはまあ言ってるしね、スネも言ってるイメージ、ね、ジャイアンは逆にあれかな、優しい方になるな、映画とかのね、ジャイアン名言とかね、ねえ、ジャイアン名言は多分ね、はいはいはい、ありますよね。あ、絶対あると思う。いいこと言ってるはずだから名言、うん、それで泣かしに行く泣かしに行くいや、ジャイアンで泣くかなジャイアンじゃ無理か、さすがに。今日ヒロシが上がったんですが、あの、そうそうね、ちょっと撮ってる人あれだけどね、出れてるけど、ね、うん、撮ってる日に上がって、そう、やっぱりね、やっぱ評判いいんですよね、あの動画たかしを泣かせたら勝ちだなっていうのはあるんでねそうね、ちょっとなんかもしじゃあこれを今この動画ででも変だけど、なんかたかし泣きそうだなっていう、ちょっと企画とかはね、確かにコメントください、みんなで泣かしに行こう静香ちゃんっていろいろあるね。はい、ということで今日も見てくれてありがとうございます。チャンネル登録グッドボタンお願いします。またやります。バイバイ。